8月23日は、グレゴリオ歴で年始から235日目にあたり、年末まで、あと130日ある。チャルディラーンの戦い。銃火器を用いた、オスマン帝国がサファビー朝、ペルシャを破る、第一次世界大戦、大日本帝国が、ドイツ帝国に宣戦線布告。画像は1917年、英雄総戦トランシルバニアの救助にあたった、駆逐艦。 坂木三代目の番台橋春光。1948年同日には、乱干の落下事故があった、独素不可侵条約締結。東欧の分割に関する秘密議定書が存在していた、探検家ラペルーズ博ジャンフランソワ・ドガロー誕生。宗谷海峡は、国際的には、ラペルーズ海峡と呼ばれている、フランス王類16世誕生。左画像右は、 子供時代のルイ16世、動作は、ルイ18世博物学者ジョルジュ・キュビエ誕生。比較解剖学を確立。右画像は、インド像とマンモスの学骨のスケッチギリシャの政治家、エレフテリオス・ベニゼロス。旧期にわたり、断続的に首相を務めた、イスラエルの作家エフライムキショム経済学者、ケネス・アロー。社会選択理論などに貢献経済学者、 ロバート・ソロ・イスラエルの作家エフライム・キション、グラフィック・デザイナー、ディック・ブルーナ・微生物学者、ハミルトン・スミス。タイプ2制限構想発見性科学者トマス・エイ、スタイツ。リボゾームを研究ロック・ドラマー、キース・ムーン・テイ・ローマの軍人、グナエウス・ユリウス・アグリコラボツ・スコットランドの、抵抗運動指導者、ウィリアム・ウォレス・ケイシ・デンマーク王、ノルウェー王、オーロフに生没。 ノルウェー王家が一時断絶、シャルル・ド・クーロン・ボツ、ジョン・ケンドリュー・没。ツ。ヘムを含む、タンパク質の構造を解明フォークアートの画家、エドワード・ヒックス・ボツ。画像は、平和な王国版画家、フェリシアン・ロップス・ボツ。右画像は、ポルノクラート・ブラジル初代大統領、デオドロ・ダ・フォンセカ第二代第日本帝国内閣、総理大臣。 黒田清高最後のカリフのアブデュールメジト二世、亡命先のパリで、ボツサッコバンゼッティ事件の容疑者二人、処刑18世紀の奴隷戦背中を鞭打たれた19世紀の奴隷奴隷貿易と、その廃止を記念する、国際デイウクライナの国旗ハワイのウクレレの日、ウクレ,レ演奏を聴く、諸女宮。ありがとうございます。